まで受けてね、そんな恥とかなんとか関係なくやっと手にしたチャンスですからね。何度も何度もタイトルマッチで敗れてきました。その度に悔しさを味わってきた。王者の壁はまだ分厚いのか。どうも強力レーカーですね。右の肘のあたり、ショーはここはかなり痛そうな表情も見えました。赤木選手、相手の足が雑ですね。本当に力任せだ。そしてここはロスリングが連携見せる。そのままフォールでどうか。ショーも返します。なんとか返します。通常のバックフラッグでも高いところから落とされるわけですからね、雑な高木と丁寧な武士の連携がいいんでしょうね。それが噛み合うんですね。さあここでフィニッシュに向かうぞ。リベリオンの体勢に入った。いや、ゴールが入ってきました。これをもらってはいけない六本木 3K。 逆にここになんとか持ち込みたいのはロスイングの2人です。大丈夫か、翔選手は結構ブロッキーだな。そのブロックに切る、捕らえた高木のラリアット。2人でブロック、それでもロールスト。さらにもう1つ来るが膝。楊選手が誘いましたね。やっぱちょっと翔選手スタミナが結構厳しいかも。今その翔を楊がね、こうポンと叩いて、まだ来るぞということでね、迎撃をさせました。はい、楊選手が今コントロールしてます。そしてバッククラッカー、さらに楊が正面から来る。さあ来たか。さあ六本木 3K の2人が1年ぶりのベルト奪還へ向けて自分たちにいい風を吹かしに行くぞ。さあ来るか。ここは武士もこらえます。ラリアットかました。うまくぶつける同士打ちを誘って2人まとめた。マスクなんでひょうひょうとしてるから何考えてるかわからないですね、武士選手は。いや、そうですね。ここで15分経過。さあ消耗戦です。さあどちらが今リングの上ダメージ大きいか。武士選手は一回変わりたいところですけどね、高木選手ね。ちょっと武士がリングの上で戦う時間が長くなってるかもしれません。ショーのラリアット、それでもかわした。武士が超刺さった。コペスイシーだな。さらに高木の中では高木慎吾バックを取った。ショー、いやー肩から落とすようなジャーマンだ。さらにクラッチ解かないぞ。しかもリング中央に陣持ってきた。高木に返した。どうかどうか、もう一発いけるか。いや武士だ。このレース、こういうことをするから。ここで武士の毒斬り。まずいですね。高木慎吾の強烈な一撃。ショーの体が吹き飛んだ。やっぱり武士選手が何か握ってた。六本木 3K の意地も誇りも、そして返せるか返せるか返せるか、リベリオン打ち砕く。リベリオン